アポロ10号はアメリカ合衆国のアポロ計画における4度目の有人宇宙飛行である。この飛行はアポロ計画の中で海計画に分類されるもので、その目的は次のアポロ11号のためのリハーサルであり、月面着陸のためのすべての手順と機器を実際に月に着陸することなしに検証することであった。この飛行では史上2度目となる 有人月周回飛行と月着陸船の全機器の試験が月周回軌道上で行われた。またこの時着陸船は月面から8.24回りまで接近した。15は1969年5月26日に月から帰還する際、速度が時速3 9 8 9 7トルに達した。これは、 人間が乗った乗り物が達成した史上最大の速度としてギネス世界記録に登録されている。この計画では宇宙船の識別符号に漫画ピーナッツのキャラクターであるチャーリー・ブラウンとスヌーピーが使用されたため反公式的に計画自体のマスコットキャラクターとなった。また作者のチャールズ・エム・シュリツ自身も計画に関連するイラストを NASA のために描いた。 アポロ10号では搭乗員全員が以前に宇宙飛行をした経験を持っているが、これはアポロ計画の中でも2回しかないことで、10号が初めてのことであった。スタッフ,フォードはジェミニ6号と9号で、ギャングはジェミニ3号と10号で、サーナンはジェミニ9号で、スタッフ,フォードと共に飛行した経験を持っていた。また、ケネディ宇宙センターの39バイ発射台から、 サターン5型ロケットが打ち上げられたのは10号が唯一の例であった。これはアポロ9号が発射された直後の1969年3月に39アンペア発射台で11号の準備がすでに始まっていたことによる。さらに飛行士全員がその後のアポロ計画で再び飛行したというのも10号が唯一だった。例えばヤングはアポロ十六号でサーガンは アポロ17号でスタッフフォードはアポロソユーズテスト計画でそれぞれ船長を務めた。10号の飛行士たちは故郷から最も遠く離れたところを旅した人類という記録を持っている。彼らはヒューストンにいる家族や家庭から最大で4 0 8 9 5 0トル離れた。アポロ計画ではほとんどの宇宙船は 月面からの高度1 1 1トルの軌道を周回するが、月の軌道は年間で4万3 0 0 0トルも変化する。さらに、地球の時点によるヒューストンからの距離の変化も1日で1万2 0 0 0トルにもなるため、このような記録を達成することが可能になるのである。10号では、宇宙船が月の裏側を回っている同時刻に、故郷のヒューストンが地球の裏側にあったため、 この記録が生まれた。これに対して、アポロ13号の飛行士たちは、地球の表面から最も遠く離れた人類という記録を持っている。通常の飛行士のローテーションに従えば10号の予備、搭乗員は13号で飛行することになっていたが、13号の船長にはアラン・シェパードが任命された。十号の予備搭乗員の船長だったクーパーは激怒し、NASA に辞表を叩きつけた。 その後シェパードのチームは、ジムラベルのチームが一時的に任命されていたアポロ14号の本搭乗員に交代させられた。ドナルド・スレートンは、回想録の中で、クーパーとドーン・エーゼルは、様々な理由で NASA の不況を買っていたため、首脳陣は彼らをその後の飛行に搭乗させる意思は、なかったと語っている。クーパーは、訓練に対する不真面目な態度が問題視されていた。 またエイゼルはアポロ7号の飛行の時に地上の管制官と対立するというトラブルを起こしたり、さらには不倫騒動があった。彼らが予備搭乗員に任命されたのは、単にその時に飛行人事部が必要としている人員が不足していたからに過ぎなかった。スレートーンが語るには、クーパーは与えられた任務に対しよほど欠出した、働きをしなければ13号の船長に任命される。 ことはなかったのだが、結果的には、期待に応えることはなかった。一方エーゼルは、様々な問題を抱えていたにもかかわらず、彼自身は、月計画ではなく、将来的に予定されている、アポロ応用計画に登場することを望んでいた。だが、それも、予算削減のためスカイラブ計画のみに圧縮され、エーゼル自身は二度と飛行することはなかった。 1969年5月22日20時35分2秒、加工弾のエンジンを27.4秒間噴射し、着陸船は、金月点 15.7km、円月点 112.8km の軌道に乗った。これにより金月点は11号で予定されている、着陸地点からおよそ15度のところにまで達した。最接近したのは21時29分43秒で、 月面からの高度は47,400フィートだった。月面着陸のための予行演習では、スタッフ,フォードとサーナンが登場する着陸船スヌーピーは月面から8.24回りのところまで接近した。実際の飛行では、この地点から着陸のための逆噴射を始めることになっている。この接近軌道を実行することで、着陸のために必要な1回り以内でのエンジン、 噴射効果、ガイダンスシステムを測定するのに必要な月の潜在重力に関する知識を高めることになっていた。地上での実験、無人探査機、そしてアポロ八号での調査では、この測定高度をそれぞれ200回り、20回り、5回里としていた。この最終的な演習を除けば、飛行は NASA の完成や広範囲な追跡及びコントロールのネットワークにおいて、 宇宙でも地上でも実際に飛行が行われたかのように正確に進行した。地球周回軌道を離れた直後に指令船は第3弾 s イ v ブ,ブを離れ、方向を180度転換し、s イ v ブ,ブに格納されている着陸船とドッキングした。その後指令、機械船と着陸船は一体となって s イ v ブ,ブから離れ、月への旅に向かった。 10号では初めてカラー撮影のテレビカメラが搭載され、宇宙からテレビ中継が行われた。スタッフ・フォードとサーナンが着陸船スヌーピーで月面に向かって降下している間、ヤングは司令船、チャーリー・ブラウンに一人で登場し、月周回軌道で待機していた。着陸船はスイッチが誤ったセッティングをされていたため、一瞬不規則な回転運動を始めたが、飛行士が対応して乗り切った。 スタッフホォードたちは、レーダーや上昇用エンジンを点検し、11号の着陸予定地点である静かな海を観測した。着陸船の上商談には、もし仮に月面から離陸しても上空を周回している、指令、機械船まで到達できるだけの燃料は搭載されていなかった。史上初の月面着陸をした11号に、 搭載されていた燃料は33,278ポンドだったのに、対し、1号には3735ポンドしか積まれていなかったのである。歴史家のクレーグ・ネルソンは、NASA は、スタッフ・ォードとサーナンが、月面に着陸してしまわないよう予防していたのだと、書いている。彼は、サーナンのこんな発言を引用している。我々のような立場に置かれた人間のことを考える、 多くの人々はこう考えるだろう。あいつらに着陸する機会なんか与えるな。なぜなら絶対にやってしまうだろうからな。とだから我々が月の表面から脱出するための上、商談には十分な燃料が搭載されていなかったのだ。燃料タンクは満タンではなかった。だからもし我々が本当に月面に着陸してしまっていたら帰還することはできなかった。サーナンは、 自身の回顧録の中で我々の着陸線 LM-4 は重すぎて月面着陸のための安全係数は保証できなかったと記述している。加工弾を分離してエンジンに点火すると上昇弾は激しく回転を始めた。これは飛行士が偶然コンピューターに軌道分離と点火のための正しい数値を入力して緊急脱出モードを解除する指令を二重に 与えてしまったためだった。この時さあ、あなんとスタッフフォードが着陸船の制御を取り戻すまでの間、ののしり言葉を話すのが生中継で放送されてしまった。サーランはこの時、月の地平線が8回回転するのを目撃したと語っている。これは上昇談のエンジンが噴射されたままで機体が8回回転したことを意味しているが、NASA はこの事態を回復不能な状態になる。 以前のいくつかの回転に過ぎないと軽視していた。司令船が帰還したのは1969年5月26日16時52分23秒で、着水点はサモア諸島の東方およそ400回りであった。飛行士たちは空母プリンストンに回収され、サモア諸島タフナのパゴパゴ国際空港に式典のために移送された。 その後は C-141 位早期でホノルルまで送られた。着陸船スネルーピーの下降弾は月周回軌道上に取り残されたが、最終的には月の質量的な偏りの影響を受けて月面に衝突した。衝突地点については明らかにされていない。上昇弾は指令、機械船から切り離された後、月を通過して太陽周回軌道に乗った。 アポロ5号から17号に至るまで、宇宙に打ち上げられた通算10機の上昇弾のうち、現在まで残っているのは10号のものだけである。他のすべての上昇弾は、月に行ったものについては計画終了後に、地上からの操作で月面に衝突させられた。これは月面に設置した、地震計にその衝撃で発生した地震波を読み取らせ、月の内部構造を探るためであった。 また5号、9号、13号の上昇段は、大気圏に再突入して消滅した。スヌーピーの上昇段の所在は、現在のところ全く不明で、アマチュアの天文学者たちがその行方を探している。司令船、チャーリー・ブラウンは、英国ロンドンの科学博物館に沈滞され、展示されている。機械船は、大気圏再突入の前に切り離され、 再突入時の高熱と衝撃で分解し消滅した。10号の飛行が終了した後、NASA は飛行士たちに対して、指令、機械船と着陸船にはもっと異言のある名前を付けるように要求した。だが、この要求は強制的なものではなく、アポロ16号のヤング、マッティングリー、デュークの3飛行士は、彼らの乗る、指令船にアニメ、出てこいキャスパーにちなんで、 キャスパーと名付けた。このアイデアは、子供たちをユーモアによって、計画と一体化させることを意図したものだった。ガツ繊維軌道への投入後、サターン5型ロケット第3弾 s ブ v はこれから、先の有給の時間、太陽を周回し続けるであろう、宇宙ゴミとなった。2014年現在、軌道上に存在していることが確認されている。計画の縦型の気象では、 月の表面に立体的なローマ数字で大きく X と描かれている。スタッフフードのことによれば我々が岸を残したことを示すためとのことである。月面にこそ着陸しなかったもののこの気象の中の X の際だった存在は10号がアポロ計画の中で果たした功績の意義深さを象徴している。指令、機械船が月を周回する一方で 着陸船の上昇段はエンジンを噴射し、低軌道から月の表面を越えて飛び立っている。背景には地球が描かれ、太や枠の中には上部にアポロの文字が、下部に飛行士たちの名前が記されている。さらに全体は鐘で縁取りがされている。この気象をデザインしたのはロックウェル・インターナショナル社のアレン・スティーブンスであった。ありがとうございます。